お疲れちゃんです。ラットです。そして滑舌失礼します。今回はゲフ。よいしょ。はい。はい。というわけで、今日はですね、先日ね、行われた VS ケイオスセオリー戦の、はい、まあ、僕は 2v2 たとキヨイチね、キングオブヒルに出たんですけど、まあ、その、まあ、試合の解説的なのね、お願いします。やっていきたいと思います。はい。というわけで、まあ、今映像が流れてるんでね。まあ最初 2v2。そう、最初は。入場か。そう、まあ、入場、はい、まあその辺は、まあまあ、なんでもいいんだけどね。まあ、のんびり。そう。くーまあ、2v2、2回目声で出るのは。そう。なんか一番初めの、そう、VS キックス戦に、僕とライキさんが 2v2 で出て、うん2回目それ以来そうずっと出てなくて久しぶりの 2v2、まあうん、ここかしか1試合んキック戦でも勝ったよね。そう、キック戦でも勝ったで今回2回目さあまあ相手ここねマジでこのベンザー選手が強いっていうのもあるけど他の選手もそう他の選手も全然強いんですよね。うん、しかもそのこの 2v2 が最なんだろうこの直近の試合3連続勝ってるみたいな、うん、勝ってる。で 2v2 もはもうめっちゃ調子いいチームだったから全部抜け目がないそうで 1v ベンザー選手っていうのでねこの辛いよな今グーグーずっと4試合やってけ4勝0敗。そう4勝無敗で僕らポナスが今2勝2敗だったんですよね。この時もうここ今この時確か2位だよね。そう僕らはそう同率で2位、うん、で1位がケイオスセオリーでまあ勝てば、まあ、1位との差がちょっと縮まるっていうところだったんで、まあ、4、1、5、3、2になるからね。そう大事だったんですよね。ここはすごいここ負けてしまったからもう5、5、2、3で追いつくのが絶望的。そうマジでそう結構やばかったんですね、うん、さあポロスはいまあ僕ライキさんみかんさんのリサーバーそうですね。これこだマジでさ、はい、これさ見て笑うんだなこれじゃん何これ僕いやここかめちゃくちゃライキ観光学校が変顔変顔かごむかごむっけめっちゃ言うっけちょっとマジで、はい、あのプクはマジでこれ見ててはっていやちょっと僕もなんかもうちょい頑張ればよかった、うん、ちょっと恥ずかしかこう、うん、なんか手を使ったりくるのもちょっと稽古あって慣れてなかったな、うん、次頑張る次はもうちょい頑張る面白かった、はい、というわけで 2v2 が両チームトルネード版で 1v1 はまあ、まあ、ポイズンとディガーそこがね僕はあんま出てないんで全然触れないんですけど、うんまあ、2v2 ですね。まず通別両方投入が番っていうのはそうなんかお互いに結構直近の試合、うん、もう全部トルネード番結構してて、うん、だからこそその相手がずっとトルネード番してるからそう仕掛けたいなんか違う番自分たちで例えばまあベビードラとか、うん、ランバーとかね通別で使用率高いカードを番して攻めてもいいんですけど、うんお互いのチームがそれを思ってるんですそうもしこれが英語番がなかったがそう相手チームももしじゃあそれを同じこと思ってて僕たちポノスも結構ずっとトルネード番をしてたんでここでじゃあ俺らが攻めるかって攻めた時に相手もこう違う番できた時に、ね、お互い攻めしたら今度はトルネードありの違う関係になるんでまあそれを練習すればいいんですけどね、まあ、それに時間かっこいいからそうてかまあそれをしてもいいんですけどまあそれならトルネありの方がやっぱ自信があるっていうのでね、うんトルネード1って感じですね。でそうここのペアがすごい強いんですよね。強いよね。大江選手と勝率不動でシングルもそうそうあ監督、うん、見えない。あちょっと見えない。ちょっと見えない。出会い機会。そうそうそう。えここ落ち着いどうか緊張してか。え言うあまあ、若干の緊張ぐらいだね。本当に若干、うん、マジで若干だよ。なんかめっちゃ緊張されたけどやっぱその 2v2 と 1v2v2 に出たことないから、ない、ね、そう 1v にことはずっと出てるから、その 1v って鬼緊張するんですよ。緊張やるね、まあ、やばいよね。やばいやばい。そう僕でも今でも 1v1 の時めっちゃ緊張するんですけど 2v2 だとなんか本当になんか半減する緊張がもう2分の1そう本当にだから、まあ、2v2 の方がちょっと気楽にできる。まあ、若干の緊張あるけどもやっちゃいますかってこのライキさんのねあの流れで
声すごい聞こえるんだよね、やっぱりこの二人が話してる声が、うん、本当に感染で感染で近くにそういるからね、うん、ここは僕たちはまあ枯渇系のデッキでまずは行ってます。初っ端のバレル飛ばしてからの、まあ、コウモリディガーで、まあまずは様子見ですね。相手のデッキはまず分かんないんで、それまではゴーレム撃破ってこう、これは予想外、うん、そうゴーレムはまあ想定はしていなかったけど、このゴーレムが出た瞬間にこのね逆再迫撃からのこの攻め、やっぱその大型出した瞬間のこの逆再の攻めがやっぱ大事なんで、でも相手のこのザップがミスっちゃってるんですよね、スケバに対しての変くらいダメージ入ったんで、これはまあただのラッキーでしたね。でここでしっかり迫撃で防衛迫撃でゴーレム釣りつつ、この吹き矢でしっかり処理していきます。ここほぼノーダメ、そうほぼノーダメでまた吹き矢ですね。これねもういい、めちゃくちゃいいなこれで、まあ両サイズ攻めですね。バレル飛ばしつつこの逆サイ吹き矢を生かしたリガー、これめちゃくちゃ笑顔だなこれ俺ら楽しそう本当に聞こえるもん会話がでこの、まあ、言っていいか、言っていいか、この迫撃デッキはその、まあ、迫撃デッキ去年僕ファブ行った時にファブでチームとしても迫撃、僕のペアは使わなかったんですけど、チームとして迫撃を使ったこともあって、今年1回も迫撃できてなくて、ゲームミスが多分使ったの、焼き鳥が、うん、そう使ったんだよ迫撃を。だからそのデッキを結構参考にねさせていただいて、僕らも迫撃使おうと使いましたね結構自信あった、そうこれめっちゃ自信あったんですよね、結構細かいの、細かい系、ここももうしっかり守るけど、うん、でもそのなんか前の試合で僕ら枯渇使ったんですよ、うん、ライキさんと僕のペアが、うん、1回目に枯渇を使ってたから、1回目にこの枯渇系をやっぱ相手は意識して、このウッド雪ザップっていうねのポイズン、あ結構そのニスペが3枚っていうので、じゃあでも枯渇じゃん見た感じ、迫撃コイエゴ、そうなんだけど、まあやっぱこの枯渇だけど迫撃っていうカードがあんまやっぱレアだから全然また変わるのか、そうそう相手の対応がやっぱ慣れてない感がすごいありましたね。ここもプリンフが変更しちゃうのかな、そうでやっぱこの逆サイしっかり攻めますね、逆サイしっかり攻めてこの迫撃も入るし、その間に防衛もできるしっていうので、でポイズンで巻き込まれないように吹き矢をこうね離して両サイドにこう行くようにね出してます。いや見てけなんか全然攻めがえないから本当に、うん、今回落ち着いて安心して見てがいか、いやーそれいいなマジで、このいやーマジでよかった、本当によかったここなんかめちゃくちゃ話してるけどか何言ってるんだっけ、あと50ぐらいだったかな、うん、あと47か50ぐらいで、まあ、ウッドなんか本当しょうもないんだけど本当しょうもないんだけど僕がウッド持ってて、ライキさんが雪玉持ってて、うん、あ俺のウッドで倒したわっていうで俺が言ったら、いや俺の雪玉やって、このねただのこの最後のただどっちが落とすわみたいな、このしょうもない言い合い、しょうもない言い合い、俺がやっていう会話使われてきて俺やまあ楽しそうがやね、本当に見てて、いやマジでなんかね多分どんなこと話してるんだろうって思うと思うんですけど、多分ね多分全部の会話聞いたらね、何言ってんがそうだ、結構やばいことってわけじゃないですけど、悪いこと言ってるわけでもないけど、そんな感じなのみたいな、多分本当いつも通りの感じで、うん、集中してるんだけどね、その分なんか緊張が紛れるというか、ならもうね、まあ、やっちゃうようなあの感じでやってますねそうそうそう、ここもずっと笑顔がもんね、うん、そうそうそう、まあ1本取ったからね、ここで1本取られてもまだあるから少しは気楽にできる、いややっぱベンザー選手がシングルにいるここはか、やっぱここはどうしても取りたい、そうどうしても取りたいね、みかんさんとはいえベンザー選手は 1v1 って結構何があるか分かんないんで、うん、2v2 の方がその実力で取りやすい 1v1 やからね、なんで、うん、2v2 をしっかり取りたい、ここみかんさんもこの一緒に話してかけど、うん、ここ 2V 取ってくれると本当に楽になるってずっと言ってて、それは初耳初耳だから嬉しい、初耳だから嬉しい、秘密げ、はい、で次さっき迫撃使ったんでさすがに連投してもよかったんですけど、うん、まあその違うデッキもやっぱたくさん準備してたんで別のねデッキを
今回は持ってきました。で僕らはまあホグですね。ホグ相手は何だったかな。ラバ違う、ラバだっけ。いやラバか、そうラバだ。相手はラバだった。相手はラバで、そう僕らはオイジャですね。でこの結構 2v2 ってエリクサー漏れもあるし、うん、このエリ管理がむずいんですよね。僕もこれまあちょっと待ってランバーのレイジに合わせてホグ出して、イントラレイジが強い。これむずいんですよねマジで。この出すお互い 何のユニットを出すか、どの位置に出すかとかも、あら天元さんが来たけど帰っていった。まあ見てけやっぱカカホーがエリクサーあっかり全然ががっかりっていうのが、うん、こういうの難しそうだな。めっちゃむずいんですよね。でもそう、相手ラバクエイクっていうね、ちょっと新しい。でもこれその試合終わってから、試合中は気づかなかったんですけど、試合終わってからその雪玉ウッドファイブポイズンクエイクの2ダックプリの2ベビドラのエリキなんですよ。だからこのさっき僕らが使ってたこの枯渇迫撃をめちゃくちゃ対策してるっていう。そう、迫撃がきついのか。そう、なるほど、ね、で2ダックプリでアウトローとかも処理できるしっていう、このねちゃんと対策は組んでるんですけど、僕らがちゃんとねデッキを変えたんで、もしか迫撃現行式化がやばかった、うん、いやちょっと怖い、ちょっと怖いねやっぱ。まあまあやってみがいこう。そうでしっかり、なんなら2別の仮説むずいよね。むずいよねマジで、本当わかんないからね。そうやっぱりここクエイクっけ。そうしかもでも意外とやっぱホグって一発ずつ入れていくから、そんなに大ダメージ狙えないから、ね、結構余裕で勝ってる感あるんすけど、毎回コツコツ、そう毎回このディガーじゃラバ削りで、ラバとスペル削りで、もうこの瞬間にやべえと思ったんだよね。確かにミカが画面でここでだから、そう僕がこのフリーズ持ってるからなんですけど、そうこれで攻めるしかないと思ってフリーズして、けどそうこれを見たんですよ僕、たまたまフリーズした時に逆サイランバーが単体殴っててワンチャンと思って、もう4コスでライクさんに何も言わずに無言でこのホグ飛ばして、そうランバーホグして、ここまでも呪文会議11になった、ね、そう11ね、マジでそうフリーズホグフリーとかしてたらやっぱそっちに目が行くんで、逆サイ相手がコストなかったっていうのもあるんですけどね、ホグ振りされてそれ対処せずに逆サイのランバー対応してたら逆にホグ振りが刺さるし、そっち対応したらたまたまランバーが刺さってて、すごいねやっぱり1匹でここもホグ2匹でけポイズンってフリーズがけど、うん、これはまあ若干のミス若干のミスだけど、まあでも結構もうスペル圏内であったから、うん、まあそんなに大きなミスでもなく、はい、ね、ここもラスト、ここ本当に僕4、5日目からミカが漫画を聞け、うん、ちょっと怖くねっていうのは思っちゃったんだよね。けど もう、ね、やっぱ慣れてるから対応が早い。そうそう、でちゃんとこのダックプリとかが来てるのもね、どっちが受けるとかもちゃんと話して、そうそう、ここも最後にホグクエイク、クエイクで、あとスペルで、あーレイジで、これもうイエーイっていうか、もうお互い褒め合ってるような。そうもうはい、焦げ、はい、ゴリラポーズ、これ試合前にか決まってなかったか、うん、もうとりあえず考えて、ね、そうなポーズなんかしますって言ってて全然決まってなくて、前チンパンジーしてから今回ゴリラみたいな。そういう理由があったよね。全然なんか、そうライキさんがそうまあここもう別々で、まあ次 1v1 なんですけど、まあ僕は出ないんでね、まあスキッパーでってことで僕の、うん、この何個かパーっていうか ER つけるの引きがよね最後に。 2v2 毎回なんかいけるよね。じゃあなんかね、あの最近やっぱその映るんだよね、それ今韓国でやっぱみんな生活してるから誰かが言う言葉って絶対映るんですよね。なんちゃらパー多いね。例えばなんだろう、ディガーとかも何キョンギュいや、ディガーだよ。ディガーキョンギュあ、ザッパーしますとか言う、ね、ザップをザッパーしますとか、じゃあ、うん、そんな。いや、キー結構。ダクプラ行きますとか。やっぱこういうのが、ね、なんか、そう。あと日常とかでも、なんか、
なんか使う日常会話がもよくパーッて伸ばしちゃ う最近愛用してますね。ついついやっぱ一緒に生活してるからね、うん、どうでもいい、はい、どうでもいい。まあまあまあここシングルはそうだって、うん、まあシングルね、そうもうちょい後で多分来る。そうそうそう、マジで韓国来て今どれぐらい経つんだろう。僕たち4月22日に韓国に来た、うん、今5月の16かな、8、はい、8か5月の8、まあもうちょい1ヶ月、まあ、もうちょい1ヶ月、今3週間ぐらいは経ってんだね。びっくりしかな、早いな、なんか意外とね、意外とあっという間ですね。というわけで今日一の順番が、はい、一番最初 Y ですね。初手 Y、 で、まあチームバンガー、ディガー、あっちがトルネード。まあここ何が強いか思う？トルネーガーバンだったらむずいっすね。むずいんだよな、このやっぱバンがあることによってデッキ何をチョイスするかっていうね。でこのトレーナーデクスター選手なんですけど、相手がね、この人は結構ラバで有名、まあラバル、うん、そうラバル使いっていうのが結構有名だったんで、しかも事前の試合とかでラバルとか使ってかね、そうロイジェを使ってて、トルネード版がシガバー使いやすいかなっていうのは、うん、その僕ペッカで行ったんですよね、ペッカ工場、このペッカで行ったんですけど、うん、そのまあそれにはそのいろいろ意味があって、そのじゃあなんでそのラバル、たまたまこの人がラバル使って僕がペッカで負けたならまあまあってなるかもしれないですけど、たまたまじゃないんだよ、そうこの人がラバルが得意で、あとはまあロイジャイも使ってて、うん、っていうの知ってるのになんでそのペッカで行ったのみたいな、多分ラバに対してバカじゃない、お前そうラバに対してペッカ行くとか頭悪いやんっていうのを多分結構思うと思うんですけど、思っちゃうよみんな。そこやっぱその理由があるんで、その辺しっかりね、はい、お願いします。なんだろう、まずまあラバルが得意なんだけど、トルネード番の事件がラバルに強いっていうのが難しいよ、ね、うん、まああるっちゃあるんだけど、そうなるとロイジャイに勝てないんですよね、両方に、そう両方をメタルのが結構まあむずくて、その一番最適解でペッカにしたんですけど、うん、その理由が前までのそのペッカ工場のデッキだとそのゴーストだったんですよね、うん、でゴーストの枠が今あのアップデートがあって環境後にダックプリが強くて、今ゴーストの枠がダックプリになってるんですけど、うん、そのダックプリになってることによって、あのラバルって縦線墓石とかなんですよ、とか バルキリー墓石とか、あ陸がこの2枚が多いね、そう陸がね、そうなんでこのダックプリがえげつい活躍をするんですよね、全部ポーン、そうそう縦線とかも全然もう2パンチぐらいで倒すんですけど、だからそのダックプリになってることによってペッカ工場でもラバに全然立ち向かえやすくなったんですよね、うん、そうだからめちゃくちゃ相性が悪いっていうわけでもなくて、その事前にねラバーとか練習したりもしてたんで、まあ、正直勝てる自信はあったんですよね、うん、この時点で、そう試合前に確認してたもんね、ラバーの剣はいけるように準備してたんでやってたんすけど、まあ、この8枚ペッカいいよね、そう陸受け全部いなくなったっていう、なんですけどやっぱまあ相手はねこのペッカ守れないんで、うん、まあその筋骨それの程度に、うん体育でちゃんと防衛しつつ、このラバルで攻めてる、ここやっぱガーガー口使っちゃうからポイズンくらいしかなかった、ね、いやそうマジで、その僕がここでポイズン打たないのが正解だったんですよ、ポイズン打たずになんかリクユニットで逆サイのこのねタワー攻めとけばよかったっていうのはすごい今思ってるんですけどね、この11ね、ここまではまあでも全然あるかなっていうのは、うん、なんでまあこのペッカ工場を選択したのはラバリにもまあ自信はまあありました、若干ですけど、うん、めちゃくちゃ100勝てるっていうわけじゃないですけど全然自信があって、あとはロイジャイの方が多分結構その来る可能性が高いと思ってたんで、まあロイジャイにもペッカでそう勝てるでペッカにしましたっていう理由がありましたね。ここ相手のメガがうまいよね。そうめっちゃ早いですね。僕が端前このペッカするの分かっててメガ5も先出してで、ちゃんとマスケもガゴで処理されてで。ここ入るかなと思ったけど、まあいやマジでこれ。ここ有能かぶっちゃっか。そうマジでそう陸系今だと思って行ったら縦線がたまたま。
かぶってそう。チョコ食うんでもう攻めるしかないっていう。いやマジでもうここで、あやべえ、うん、この相手のメガゴ教養がいいんだよね。そう、これメガゴだけでめっちゃダメージ強してここ5をも迷いなく打つんがね、うん、びっくりした。マジで早かった。でもういないかが攻撃しかなくて、この間に攻めるけど、ユーゴちょっとワンチャンあるんじゃねって思ったけど、ここでなここも落とされて、ちょっとこんだけもうちょっと全然違う動きとかなかったと思うし、やっぱ相手が上手かったのが、そうですね、個人的にはその目立ったミスもなく、うん、まあなんだろう、もちろん負けてますから満足はいってないんですけど、それはまあ相手が上手かったなとすごい思いましたね。うん、本当に練習の段階で後継していく動きが違ったよね。そう、めちゃくちゃ防衛とかが上手かったんで、まあそこはやられたなとすごい思いましたね。で、まあこの次にね、そのままコタが僕が2番手でこのトレーナーデクスタ選手に僕が使った同じデッキでまた相手も同じラバルで挑むっていうね、このはい、ちょっとお前らバカかよ、うん、そう、またペッカーでお前ラバーに挑むとかバカかよっていうねことをしたんすけど、まあ、まあ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 、もうチーム内の僕を分からせるっていうね、その僕が負けたデッキでだけどコタは僕と同じデッキで相手も同じデッキだから勝つっていうね、このまあもうありがとうございますこのね、チームメイトを分からせていくスタイル前回これで逆半回バージョンが僕も学校にやられてるんで、そうなんですよね、相性むしろ僕の方がよくて僕待ちかのに学校が相性悪くてかっこいいっていう、まあもうこのこのね、たまたま同じデッキを使うっていう、本当に偶然なんだよね。そう、本当に偶然で負けて、まあこれ最後あれですね、もう試合全部終わって終わってみんなで喜んでるシーンですね。まあここ本当に嬉しかったよね。マジで嬉しかったんだよ、ミカさんが試合見てて何回終わったか思ったか、マジでない、見てない人もいないと思うんですけど、もしね、いるならいっぱい調べたら動画出てくると思う、ぜひそちらこのフアフリー会もやってると思うんで、はい、見てみてください。というわけで、まあ、今日はこんな感じで、はい、ますかね、これからもリーグ頑張るんで、はい、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。